はい、どうも、AK です。さあ、今からチャプター14をやっていきます。チャプター14の前半を終えて、サブクエを一通り全部終えて、今、コルネオの館に来ております。あ、全部は終わってないか。この後に、コルネオの隠し財産が1個あるので、そこはまだクリアしてない状態ですね。というわけで、行きます。そこがボス倒した後にサハギンプリンスなんで結構きつい気がするんですよね。しかも今現状クエストのクリアしすぎで MP が全然ないんですよね。こんな感じなんですよ。バレットは結構あるんだけど、ああでもだいぶ先回復したか。結構箱を壊して回ったんで多少は回復してますね。誰もいねえな。このあの音楽が鳴ってないっすね。コルネオの館どっか箱あるかな。マテリアあるんだ。こっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたいな。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだろう。分かった。手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。さあ、まずはちょっと探索をしましょう。エリアを1個拾いに行きます。
る。助けてくれ。助かった。神羅の連中がどかどかやってきたと思ったら、情報をリークしただの役立たずだの言われてこのざまさ。それじゃあ暴れよ。はい、マテリアゲット回復か。さあじゃあ戻りましょう。もう一回そっちから行って宝箱があるけど、まあいいや、宝箱なんで。さあ下水道へ行きます。準備はいいか。 OK、 ゴー。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴。侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。このあとドローボーアプスとアプスで、あとはサハギンプリンスか。ボス戦多いな。後半に3つ固まってるのか。まあ、全部炎系でまとめれるんで、そこはまだ楽なのかな。というわけでちょっと炎系に寄せてシフトしていこうと思います。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら、蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でも、あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。とマテリア付け替えをしていきます。7番街との境界にある。
大水道に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。まあ、行きたくて通れなかった場所はここだ。ここ行きましょう。
時だけもうちょっと戻ろう。そんなにちょうどいいんで一回回復します。ちょっとやっぱサハギンがきついんですよね。多分まだ復帰してないし、多分戻るときも大丈夫だと思うんで、完全回復して挑みましょう。なんか変なの言うといけないんで、からは一個ずつ慎重に行きます。ちなみにあと2個か、アプスと多分サハギンプリンスですね。数のサブクエとかのボスを倒してるんで、相当 MP 消費しますね。そうだね、うん、本来はこっからこっちに行く予定だったのが多分道が封鎖されてたんでしょう。やっぱそうか、やっぱそうだ、ここ正規ルートを通っただけでしたね。アバランチの印か、 JC がミックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつ。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。分かってるよ。さあ、着いたぜ。こっちだ。近くにコルネオの印がついた扉がある。閉まってた。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え、ほら早く行ってくれ。よし、待て、もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。
遠足。から先はアプスベビーラッシュですね。で最後にアプスのオーボスが出ると。ここが。ああ、プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。節約を諦めるか。と初回から攻めていかないとやばいな。これは炎を範囲化するか。炎を範囲化でファイバーで先制仕掛けます。フェアリスを回復でつけてるか。とりあえず外す。先生、あーファイラしかない。まあ、いっか。オッケー、こんなに有効だったか。決めてやれ。瞬殺。ここから先は青空の街みたい。ここから飛ばしてくる。
しょうね。さあ、ちょっと大変だ。一つずつ確実に。
ーまずか。おう、任せとけ。膝を抜けて、パスを入れ、鍵じゃねえの。すまない、お前のもんじゃねえよな、身内の形見か。
家族はいない。夢を見てたんだよ、私たち。花言葉、うん、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけど。あなたの目的って。復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。多分厳しいんで、サファギンプリンスは後回しにしましょうか。やつは俺にやらせてくれ。頼む。分かった。あ、違う。ここも水を下げてからじゃないと入れないんですよね。一旦まず通常プレス。あ、違う。通常のストーリーをクリアしていきます。さっきの後から戻るって言ってた降りる場所ですね。つけといて正解だな。で、成長しなかったか。炎をつけ直して、あれとティファーが炎ついてないですね。ラッキーを外して炎をつけよう。これじゃなくて炎。炎、ああ、これから。
ここにもベンチあったんか。親切系だ。MP もまあ9割ぐらいあるんで大丈夫でしょう。コルネオさんに報告があってきました。はい。一人か。はい。はい。アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。意外と強い、これでは。レズリー、これがなんで隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんにしーっとおしゃべりすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダダダダダーンでもっともっと被害が大きくなるはずだ。あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドドになるはずが。今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相をしゃべるのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひ、お前ら七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。ああ、ふざけてるかな。ほひ、残念。でもふざけてないんだな、これが。あっ、ふぅ。黙らせる。即絵画の範囲か。誰か間に合わなかった。ラクッと繋いでいくと。
すぎるわ。
数が多すぎだな。ラピッドチェーンとファイヤーの範囲化、ティファオーバードライブ、パレットルッパナスにアンガーマックスかの感じでいきましょう。芯を飛ばしていきます。ちょっと離れーな。うん、他ファイガーやってますけど、さあで、ここでファイガーの範囲化アップする。
くまだ続く攻撃続けていくぞ。あれがバレちゃう。